よろしくお願いします。はい、どうも、川崎の皆さん、こんにちは。実はですね、これ、ヒノって言われてるんですけど、これ間違いなんですよ。カズなんです、本当は。はい、カズって言うんですよ。なんか、手違いで、なんかヒロになってて、びっくりしました。誰のこと言ってんのかと思って。で、サエさん、あ、ありがとうございます。あ、今ちょっと来たばっかで、ちょっと見せてもらったんですけど、すごい感じしました。ありがとうございます。いや、本当、自分もですね、ギターちょっと弾くんですけど、自分も弾き語りで出ようと思ってるんですけど、そういう勇気がなくて、逆にそれだけ出れるっていうのがすごいなって、ほんね、素晴らしいと思います。感動しました。ありがとうございます。さて、じゃあ改めまして、川崎の皆さん、こんにちは。カズと言います。今はですね、ちょっと仕事でね、今日仕事でちょっと仕事が入っててね、あの最初のバンドさん、バンドさんちょっと見れなかったんですけども、ちょっとまたとんぼ帰りで帰んなきゃいけないんですけども、まあちょっと今日はオリジナルとカバー、また前回去年と一緒でやらせてもらおうかなと思ってます。で、まあ本当はね、弾き語りでやるのが一番いいんだかもしれないですけどね、ちょっとそういう勇気がないっていうことで、今日はちょっとオケを使わせてもらおうかなと思ってます。じゃあ最初の曲はですね、やりたいんですけども、最初、ラブって曲なんですけども、あ、その前にすいません、ごめんなさいごめんなさい、言うの忘れてた。あの、今 CD 流れてたと思うんですけど、え、今皆さん聞いてない系ですか？おしゃべりに夢中で聞いてない系ですか？まあ一応流れてたんですけど、最初、一番最初に流れてたちょっとノリのいい感じの曲はですね、自分が初めて書いた詩で、で、ボーカルさんが一緒に曲を書いてくれて、で、その時自分がですね、ありがとうございます、さすが、こういうちょっとノリのいい感じで、で、自分は正式なバンドメンバーじゃないんですね。まだ全然下手くそで、皆さん他の方は上手いんですけど、まあ全然下手くそなんですけど、ボーカルさんがぜひ一緒にやりませんかってことで、ちょっとアコギを薄い感じで聞かせてもらってます。まあそんな感じで、で、また話戻るんですけど、最初のオリジナルの曲なんですけど、ですね、これはですね、あ、もういいっすよ、ありがとうございます。これなんですけど、ですね、自分ちょっと結婚してまして、で、ちょっと今年の3月にですね、子供も生まれまして、ありがとうございます、ありがとうございます。で、あの、その奥さんと子供のためにちょっと書いた曲で、で、去年もちょっと、あの、去年はですね、ちょっとあのギタリストさんと一緒に出させてもらったんですけど、その時にやった曲なんですけど、まあ中には何人かその聞いたことはあると思うんですけども、まあ今日初めて聞く人も多いと思うんで、よかったら聞いてみてください。ラブっていう歌を聴いてください。はい、お願いします。ちょっとあれ、I'm not afraid to die.
自分のですね、同級生なんですね、中学の。で、なおかつ初恋の相手で、ね、運命の出会いです。で、あれなんです、実は最初は中学時代の時にはすごい嫌われてたんです。本当に。もう気もがられてて、友達なんだけど、なんかよそよそしいと。なんかわかります？なんか友達といると普通に話しかけてくれると、二人になるとなんかそっけないみたいな。なんで一緒に歩いてんだろうこの人みたいな感じで、そんな感じでね、一緒に前いたんですけど、である時ですね、ちょっとクラス会でがありまして、それがちょうど20歳の時かな、20歳の時のクラス会がありまして、でお互いで相手がですね、実は絵描きさんをやってると、ね、絵を描きながら路上でなんかやってるっていうことで、そこで自分も今友達とスリート